こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日はどんな事件について解説してくれるの？かの有名なヤマト運輸株式会社の配送センターで起きた事件はどうだ？勘違いによる犯行の動機を聞くと、かなりびっくりすると思うぜ。ヤマトでそんな事件があったんだ。そして犯人が捕まった後にした、最低な行動でも有名なんだ。いろいろと何があったのか気になる。詳しく教えてよ。それなら今回は、ヤマト運輸殺傷事件と、犯人である、筧真一について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。これはいつどこで起きた事件なの？2020年10月6日の午前4時過ぎに、兵庫県で起きた事件だぜ。犯人である筧真一はヤマト運輸の配送センターに侵入し、持っていた包丁で、女性従業員である A さんを襲ったんだ。とんでもないことをしてるね。A さんは助かったの？残念ながら亡くなってるぜ。ご冥福をお祈りいたします。そして筧は、男性従業員である B さんにも怪我を負わせ、車で追いかけるんだ。その際、周囲の宅配物や事務所の壁に、車をかなりぶつけているんだぜ。怖すぎるよ。B さんは助かったの？なんとか逃げ出して通報しているな。その後、現場から逃げた筧は警察車両とぶつかり、公務執行妨害の現行犯で逮捕されたんだ。B さんが助かったのと逃げられなかったのが不幸中の幸いだね。筧真一は何歳だったの？事件が起きた2020年10月の時点で、46歳だな。いい大人がとんでもないことをしたんだね。詳しい生い立ちはわかっていないんだが、判明していることを解説していくぜ。わかったよ。一人暮らしだったの？そうだな。だが、近くに母親と弟が住んでいたようだ。親子3人で買い物に行く姿も目撃されていて、家族間のトラブルはなかったようだぜ。まだ事件を起こすようには思えないね。お父さんはいなかったのかな？父親の情報は全く出てこなかったから、離婚したか亡くなっているんだろうな。そして筧は、ヤマトに約2年半勤務していたんだ。働いていた会社の従業員を襲ったんだ。そういうことだな。ここからは、彼の知り合いの証言を証言していくぜ。わかったよ。まず小学生時代の同級生が、昔から明るくエネルギッシュで、放課後よく遊んでいた。やんちゃとか荒れっぽい性格の印象は、全くありませんと証言しているんだ。まだまだ残酷なことをする印象はないね。他にはどんな証言があるの？昔から兄弟思い、親思いで性格もすごく良いから、事件を起こしたことが未だに信じられない。とにかく真面目で神経質、仕事に対しても真面目で勤勉なんだと思っていました。こんな事件を起こすとは思ってもいませんでした。おそらくヤマトに貢献してきたのに、裏切られた感覚に陥ってしまったのかも。という証言もあるな。良い評判ばかりだけど、逆に悪く言っている人はいるの？騒音トラブルがあったと近隣住民が言っていたり、前勤めていた会社の同僚が、酒は飲まんが気が短かった。辞めたのも会社の敷地内で車の運転をミスって社長に怒鳴られ、切れ返したから、と証言しているな。二面性があったんだね。でも前の職場を辞めた理由がひどいのに、どうしてヤマトは雇ったんだろう。慢性的な人手不足が理由だな。流行り病で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加で、業務量は増えています。人手は慢性的に足りず、特に荷物を仕分けたり配送したりする集配所は、猫の手も借りたい状況。雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックですという証言があるぜ。そんなに大変な状況なんだ。少し通販を利用するのをためらっちゃうよ。逆に仕事がないのも困るだろうし、あまり気にしなくていいことだな。わかったよ。筧は忙しいストレスであんなことをしたのかな？詳しい動機は後で解説するが、他の証言を聞くと少し見えてくるぜ。どんな内容なの？まず事件を起こす前、筧と一緒に飲みに行った知人が、お酒の飲み方が荒かった。仕事の話をしたが、相当ストレスを溜めている内容だった。若くして役職に就く人間がいて、礼儀礼節もない舐められた態度を取られていたが、敬語を使わない役職付きの年下に対して、自分は敬語を使わないといけないことを吐露しており、随分ストレスが溜まっていたのが分かった、と証言しているんだ。役職が上でも礼儀は必要だよね。人として当たり前なことだな。職場に不満があったのは分かったけど、他にもそれが分かる証言はあるの？同じ職場に勤めていた元従業員が、いつも職場の環境に不服を感じていた。こんなに頑張っているのに全く評価されず、ダメ出しばかりされるという環境に、疲労困憊していたと思います、と証言しているな。この人はさらに、自分は頑張っているというのは主観的な感想にはなりますが、職場の人間は、もう少し評価してもよかったのではと思っています。他
行動で解雇になったことを知って、あれだけ頑張っていたのに残念というか、理不尽に感じています、とも証言しているんだぜ。頑張りが評価されないのは辛いよね。まさかそれが理由なの？理由の一つではあったんだろうな。普段の扱いで不満や怒りが溜まり、最後のきっかけで爆発したんだぜ。最後のきっかけ？事件の前日、家計は今回襲った、二人の従業員と一緒に作業していたんだ。そして男性従業員である B さんから、荷物の扱いが雑だと注意を受け口論になり、取っ組み合い寸前まで行ったんだぜ。この喧嘩は女性従業員である A さんが仲裁に入り止まったんだが、家計が振り回した手が A さんに当たり、負傷してしまうんだぜ。A さんって刺されて亡くなった人だよね。前日から被害に遭ってたんだ。そうなるな。そして大和がこの暴力沙汰を理由として懲戒解雇を言い渡したことにより、二人が結託して、自分を解雇に追い込んだと家計は思い込み、犯行に及んだんだ。荷物の扱いが雑なのも怪我させたのも自分なのにね。知り合いや同僚の証言を聞いてたら真面目な一面もあるみたいだけど、本当に雑な仕事をしてたのかな。以前から勤務態度に問題があったという情報もあるし、こんな事件を起こすほどに追い詰められた精神状態だったことを考えると、実際に注意されるような仕事をしていたんだと思うぜ。私もそう思えてきたよ。そして家計は被害者の二人が自分を陥れたと考えたようだが、A さんは彼をかばっていたんだぜ。どういうこと？大和は暴力沙汰を解雇の理由にしたいから、A さんに警察へ行って被害届を出すよう促したんだ。実際に A さんは警察に行って相談はしているんだが、手が当たったのも自分に向けられたわけではない。自分は家計さんとの関係も悪くない、とかばう言い方をして、被害届も出さなかったんだ。それなのに殺したんだ。家計にはわからないことだからな。だがもし A さんが被害届を出し、家計を辞めさせようと動いていたとしても、殺害していい理由にはならないぜ。人間には言葉があるんだから、話し合いで解決するべきだね。いいことを言うじゃないか。その通りだぜ。裁判はどうなったの？まず検察側は、解雇されたことなどで一方的に恨みを募らせた身勝手な犯行として、懲役28年を求刑したんだ。それに対し弁護側は、不当に解雇されたことが事件の背景にあり、情状酌量の余地があるとして、懲役17年が相当だと主張したんだぜ。罪のない人を殺害してるし、28年でも短く感じちゃうよ。裁判所はどんな判断をしたの？まず、家計は被害者二人が結託して辞めさせるように仕向けたと思い込んだ。A さんに恋愛感情があり、愛情の裏返しとしての、憎しみでの犯行だった、と認定し、そして、実際に結託はなく、被害者には落ち度はないと判断したんだぜ。その通りだよね。つまり弁護側の主張は、何も認められなかったってこと？退職する際の上司の不適切な対応で、家計が怒りや A さんへの不信感を募らせた点は認めているな。だが、殺害という重大な決意には大きな飛躍があり、酌量すべき程度は小さい、とも判断し、懲役27年を言い渡したんだぜ。ほとんど休憩通りになったんだね。家計は反省してるのかな？全く反省していないぜ。まず彼は送検される際、警察車両の後部座席から、報道陣に向けてピースサインをしているんだ。そんなことをしてるんだ。マリサが最初に言っていた、犯人が捕まった後にした最低な行動ってそれなんだね。よく覚えていたな、その通りだぜ。さらにそれだけじゃなく、公判中、裁判長に名前や職業を尋ねられると神様やと答えたり、冒頭陳述を朗読する検察官に対し、嘘をつくんじゃねえよと言っているんだぜ。それは絶対に反省してないね。身勝手すぎる理由で殺害までしてそんな態度を取るなんて、同じ人間だと思えないよ。本当にな。判決を言い渡した時に裁判長が、反省の態度は見られない。自分の罪を受け止めるようになってほしい、と諭したんだ。それを聞いた家計はどう答えたの？何のことかさっぱりだ、と応じたそうだぜ。聞けば聞くほど最低な人間だね。でもちゃんと有罪になったし、A さんの遺族も少しは気が楽になったかな？遺族は裁判の結果を受け、弁護士を通じてコメントをしているんだ。それを紹介しておくぜ。どんな内容なの？懲役27年の判決が言い渡されました。検察官の求刑に近い判決であり、判決内容を聞いていて、違和感を感じるところはありませんでした。私たちの声に真摯に向き合ってくださったことに、感謝申し上げたいです。という内容だな。これで弁護側の主張通り、懲役17年とかだったら納得いかないよね。他にはどんなコメントを残しているの？一方で、判決が出ても本人が帰ってきてくれるわけではありませんし、犯人はいずれ社会に出てこれるのかと思うと、やるせなさを感じます。犯人は本日もまるで反省のない態度で、最後の最後まで心を乱され、えぐられました。かなり複雑でやるせない気持ちなのが伝わってくるね。
そして最後に、裁判が終わって緊張が緩んだからなのか。今はただただ、亡くなった本人に会いたいです。ゆっくりと裁判の報告をしてあげたいと思います。とコメントを残しているんだぜ。裁判中は心の負担も大きかっただろうし、少しでも早く立ち直れることを祈るのみだね。ちなみに遺族はヤマトに対し、約1億1000万円の損害賠償を求める裁判を起こしているんだ。そうなんだ。どんな理由なの？まずヤマトは家計に、A さんが積極的に被害を訴えているかのような言い方をしたと指摘したんだ。A さんは被害届も出さなかったし、かばうような言い方をしてたよね。ヤマトが家計を辞めさせようと、あえてひどい言い方をしたんだろうな。だから、被害を受けないように配慮する注意義務を怠ったと主張したんだぜ。辞めさせようと思ったのもわかるけど、嘘は良くないね。それに対してヤマトはどんな主張をしているの？退職通知が殺害行為をもたらすことを事前に予見することは、不可能であった。と主張して、請求の棄却を求めているな。こんなことになるとは誰も思えないよね。裁判の結果はどうなったの？まだこの裁判は進行中なんだ。進展があったら動画にするかもしれないぜ。その時はよろしくね。マリサはどうなると思う？ヤマト側の言うように、事前に予見することは不可能だと思うが、A さんが積極的に被害を訴えている、という嘘をついているから、少しだけ請求が認められるんじゃないか、と考えているぜ。視聴者の皆さんの予想も、コメント欄で聞かせてくれよな。コメント待ってるよ。じゃあ今回は、ヤマト運輸殺傷事件と、犯人である、筧真一について解説してみたぜ。動機にも驚いたけど、ピースしてるの意味がわからないね。罪悪感のかけらもないことがわかるな。出所した後が怖いし、無期懲役になってほしかったよ。その気持ちはわかるが決まったことだから、更生すると願うしかないぜ。変わるといいなぁ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。